古川隆三郎は、日本の政治家、長崎県島原市長、元島原市議会議員、長崎県島原市出身、島原市立第三小学校、島原市立第二中学校、長崎県立島原高等学校、福岡工業大学卒業、2003年5月25日執行の島原市議会選挙に無所属で出馬。 新人であるにもかかわらず、トップ当選を果たす。2007年5月27日執行の同市議選において2期目の当選。2008年11月30日執行の島原市長選挙に無所属で出馬。新人で元長崎県職員の横田周一郎に僅差で敗れる。得票数は横田14,551票、古川。 一万三千三百四十三票、投票率は七十点一九パーセント。2012年十二月九日執行の同市長選挙に再び無所属で出馬。民主党、自由民主党、公明党の推薦を受けた現職の横田修一郎を破り、初当選。得票数は古川一万四千七百三十九票。横田 12,598票。投票率は70.24%。2016年11月20日告示の同市長選挙は自民、公明の推薦を受けたが、他に立候補の届けではなく無投票で再選。同市長選での無投票は16年ぶり。2020年無投票で参戦。ありがとうございます。